中井学の全方位志田インプレッション。拍手がないのでお辞儀してみました、中井学です。全方位志田インプレッション流行る2回目はタイトリスト TS シリーズです。まあ満を持して登場したと言ってもいいかもしれません。以前は917というモデルで、次は当然919なのかな、もしくは920なのかななんていうふうに思っていたら、名前が完全に TS2、TS3 となりました。まあ D2、D3 という名前で売ってました。 D2 が、まあ、この TS2、D3 が TS3 になっています。ただ違うのは、前回の D3 というのは、体積が 460cc ではありませんでしたが、今回に関してはこの TS3 も 460cc になったと、両方でっかくなっちゃった。まあ少しスモールヘッドの好きなユーザーにとっては、まあ、若干、まあ、がっかりな変更かもしれません。ですが実際に打ってみるとその思いは奇遇だったのかなという感じもしました。それぐらい、バランスよく仕上がっていて、そういった変化が起こったというふうには見えません。 VG3 というモデルがタイトリストには別にあって、それがまあアマチュア、特にヘッドスピードの少し低い方向けという感じで、実際ロフトが違うことによってヘッドの形を変えるということを、まあ、してきてたんですが、まあ、今回その TS2、TS3 に関しても体積は変えずにこのクラブの、まあ、シェーピングを変えること、あとフェース面の形ですね、あと重心を司るウエイトの付け方、この TS3 の方が、前回、917で採用されていたこのチャンネルですねが、搭載されています。で、PS2 の方は、その機能が逆になくなって、もっと重心振動が深く低くというふうな方向に変化をしました。ですので、以前のヘッドの形状の違い、もしくは、体積の違いだった以上に、そういうところでも変化をつけてきたということ。要は今までどちらかというとコントロール性能というものに関してこのタイトリストのドライバーの、右に出るものはいないというふうに言われていたんですが、実際ちょっと飛距離がなというような意見は多々ありました。まあ、実際にいいバランスのクラブというのは、しっかり振っていれば、しっかり飛んでいくので、なんかクラブに飛ばしてもらうというよりは、自分がこのタイトリストのクラブを使い切ることによって自分の繊細能力はいかなく発揮されるというようなアスリート系の考え方を持ったクラブですので、そういったところは非常に若干 S っぽいと言いますかね、こう厳しい目のクラブではあったんですけど、今回はちょっと厳しさが薄れて飛距離性能がアップしているというところが、僕自身もまあそっちの方に舵を切ったということにちょっと驚きを隠せないところがあります。ですのでそれがどのような味付けに変わったのか、やっぱりタイトリストだな、タフだなと思うのか、嘘これがタイトリストなのか、そういったところをしっかり探ってみたいと思います。今持っている志田クラブなんですけども、まあ、TS2、TS3 それぞれに違ったシャフトが入っています。 TS2 に関してはスピーダーの519というエボリューションという、これもタイトリストのこの TS2 用に開発された藤倉製のシャフトです。こちらは SR、ウエイトが 50g でトルクが 4.8、 キックポイントがまあローミッドですから、まあ中先調子ということで、まあその分まあシャフトもヘッド同様少しボールを上げやすくしたモデルになっています。それに対して TS3 というのはツアー AD ですね、グラファイトデザインのツアー AD のタイトリスト専用のシャフト、これは 60g 台でウエイトが60、これはフレックスは S シャフトで、トルクも 3.9 と、こちらに比べて少し絞ってあるのと、あとキックポイントもミッドですから中調子ですね。そういった意味でも TS2 よりは重心高が高くて、スピンによってボールが上がると、ですからやっぱりテクニックによってボールを上げるということに、意識を持たせたこの TS3 という住み分けになっているのかなという気がします。まあ、やっぱりそういう意味ではちょっとそのシャフトの何を選択しているかということに関しても TS2 の方が少しアマチュアによっている、 TS3 の方が操作性高くてプロ上級者向けの、ターゲットをイメージしているというような、感じになっています。で先に申し上げておくわけじゃないんですけども、この志田企画、私一切、メーカーのカタログ、メーカーの内部資料等々何も読み込んでおりません。ですので、
メーカーがこう言ってくれとかそういったことは一切感知しない中で、クラブをお借りして、勝手に喋っておりますので、そういったあたり、ちょっとご情報があったりしたらばご了承ください。まあただ自分が思うがままに、今回のタイトリストの TS2、TS3 の変化に少し驚いているところではあります。まあ若干スペックとしてもアマチュア向けの TS2 からシダをしてみたいと思います。 TS2 からなんですが、まあ、TS2、TS3、TS2、TS3 というふうに、まあ、多少交互に打ってみたいと思うんですけども、その理由としてはもうタイトリストっていうもののドライバーを買う方っていうのはもうタイトリスト好きなんですよ。とにかく他メーカーじゃなくてやっぱりタイトリストが気になって気になって仕方がないという方、そしてやはりアスリート系のゴルファーの方が多いので、前回シダをしたM クロレと少し趣旨を変えてですね、まあ、TS2VSTS3 そして、スイングも少しスピードを上げてだいたい230から250ぐらいをイメージした、飛距離というところでシダをしてみたいと思います。ではまず TS2 から、で普通に、少し、まあ、フェード寄りの球を打ってみたいと思います。はい、正直とってもほっとしましたね。安心しました。だから TS3 にそう搭載されているこのウエイトの可変システムが917ではあったんですけども、 TS2 は完全にやめました。もう後ろに持ってくるということだけにしてありますので、やっぱり上級者の方って多少やっぱりスピンでボールを上げたいんですね。だいたい2000-2500回転前後の球を用いて使いたい。そうしないと縦の回転が加わることによって直進性が上がります。ですからスピンを落とすような反応をするドライバーって実は使えないんですね。スライスだったらスライスが出てほしいんです。出てほしいんです。だから意図して打ってるんで出てほしいんですけど、やはり以前やった M グローレっていうのはそれをやってもまっすぐ飛んだわけですね。ということはやっぱりまっすぐ打ちたいという願望の方には M グローレは抜群なクラブだと思うんですけども、やはり上級者からすれば曲げようとした時に曲がるのがやっぱ安心するんです。ということは何かというと、そういう機能がつくということは言い方を変えれば逆球が出ないんですよね。でスライスを打ってもそんなに吹き上がることなく強い球が得られると。打感はやはりタイトリストです。タイトリストって一番何よりもドライバー打ってて飛んでない感じがする打感なんですよね。そんなにカチンとかパキンとかいうような音はしません。どちらかというとボコッという方に近いんですけども、その打感に対しては飛距離はしっかり出てるなという感じがします。では同じ軌道を今度は TS3 で打ってみたいと思います。はい、いやもうね分かりやすいです。はっきり言って今 TS3 の方が TS2 よりも曲がりました。はい、スライスが強かったです。でもこれこそがタイトリストが目指している、まあちゃんとプレイヤーが意図している球がしっかり出るというところだと思います。今度は捕まり方ですね。どうしてもシダで続けて打っているとシャフトの特性の違いによって若干結果が違ったりするので、今、TS3 で、スライス打ったので、今度 TS3 でそのままドロー目の球を打ってみたいと思います。はい、これが今のリアクションの部分が若干今までのタイトリストと違うんですよね。少しドロップするんですよ。ボールが少しこうちょっとお辞儀するような感じの回転がかかる。このあたりがこの TS3 と2の違いではあると思うんです。2の方が重心が後ろにあります。3の方が少し重心が前にあるので、ああいった少しドロー系のどっちかというとちょっとフック系の球の使い方をするとちょっとドロップがかかります。ですのでやはりそういった意味でも若干、まあ、シャフトもの強度もあるんですけども、TS3 の方は要は少しヘッドスピードを要求するかなという感じですね。ヘッドスピードがちょっと落ちると今のようなドロップ系の球が少し出やすいかなというのが印象です。同じような軌道で今度は TS2 ですね、行ってみたいと思います。逆に TS2 は非常にこう重心が深くて、まあ、ちょっと重長なんですよね。ですので実際には今のようなちょっとドロー系の軌道っていうのは若干打ちづらいっちゃ打ちづらいんです。もうストレートにイメージをするならばこの TS2 っていうのは最高な面構えをしてるんですけども、少しああいう球に変化をつけようとした時にちょっとどうなるかですね、やってみたいと思います。
少し右に打ち出しましたけども、まあ、軽いドローがかかっています。ですがそんなにもう曲がりが見えるようなドローにはやっぱり見えないですよね。ということはそれだけ、まあ、この重心の深さがやはりそのヘッドの挙動をターンさせるような動きにさせません。そのあたり直進性の高いのはやはり TS2、 優しさを感じるのは TS2 なのかなと。まあ、もちろん組み合わさってるシャフトにもよるんですけど、この何が組み合わさってるかっていうのが一つ会社の哲学だと思ってください。ですから、まあ、TS2 にはこのスピーダーの 50g 台が入ってるっていうのはそれだけ、まあ、このクラブは、まあ、今のヘッドスピードですから200ヤード220ヤード230ヤードぐらいの飛距離の方でも十分打ちこなせるタイトリストというところで勝負してるのかなという感じがします。最後にこの2つのクラブをもう少しヘッドスピードを上げて、あんまりそういった球の変化を意図させずにクラブに素直に振るとどういった球が出るのかというところだけイメージして振ってみたいと思います。では、TS3 からいってみたいと思います。はい、捕まります。結構ちゃんと捕まりますっていうのは、まあ、少し重心アングルが今までと比べても深いんですね。ですからもっと、まあ、以前のタイトリストだともう少しそんなに捕まらないヘッドだったんですが、もう十分捕まりが強いです。なので TS3 の方、よくインプレッションを聞いていても飛ぶっていう評判なんですね。でも913、915、917いろんなドライバー、試打していますが、実際には使用していたドライバーもあるんですけども、弾き感とかそういったものっていうのはそんなに大きくは変わりません。ですからむちゃくちゃ飛距離に特化したという感じじゃないです。でもこれだけしっかりと捕まる機能、そしてクラブが何より挙動が暴れてないですということは、それだけ素直にそのスイングに対して球が捕まってくると、まあ、もちろんシャフトの変化だけでもっとヘッドの難易度は上がりますけども、でも結果的にそのシャフトによってヘッドの難易度がむしろ心地よく感じるというところ、非常にバランス良いクラブですね。だから捕まりやすさが飛距離が出るようになったというふうに感じているんじゃないかなと。今までプロの使用率も、まあ、D3 ですね、ヘッドが少し小さかった方、その方が、プロの全体的な使用率は低かったんですけども、今回 TS3 になってからこちらの TS3 の方が、まあ、逆転したというか、こちらの好みのプロの方が増えてると。では同じように TS2 もなるべくクラブの機能に任せたスイングでいきたいと思います。はい、もう明らかに直進性が高いですね。はい、もうバンカー軽々越えて、カート越えて、林まで行きました、はい、ですから今だいたい43C で振ってると思うんですけど、あのバンカー、キャリーで越えるのが、まあ、270ぐらいなので、まあ、飛ぶなとちょっと正直タイトリストの飛び方じゃないなっていう感じがします。少し驚いています。やはり明らかに今までと違った、弾く感覚はありますね。ですからタイトリストを好きで使ってた方々でもやっぱりタイトリスト飛ばないんだよなってみんな思ってたと思うんです。それぐらいどちらかというとタイトリストというのはクラブの操作性であったり、その人のスイングを邪魔しないクラブ作りというものをメインに行ってきてたと思うんですけども、まあとうとう思い越しを上げたのか、それとも、まあ、名前を変えたというのも一つのタイトリストの決意の現れなのか、飛距離性能相当高いです。飛距離性能といってもそのクラブにただ飛距離性能があるのかというと、反発係数が規制されてるわけですね。ですから皆さんかなりその各メーカーともどもルール限界のところでしのぎを削ってるわけです。そういった意味でもそこにあまりタイトリストというのは興味を持ってないのかなというふうに感じていたんですけども、今回打って変わったのかなというぐらいはっきり言って飛びます。これ使ってみたいなと思わせるクラブになっているなという感じがします。これだけヘッドバランスが優れていますので、シャフトの選択っていうものを非常に重視してください。プロというのはやはりあまり捕まりすぎるもの、あまり上がりすぎるものは好みません。自分たちの力技量で上げる捕まえるという部分をやりたいというのがありますので、それが操作性なんですね。なので結果的にそういったところを多少排除するというような形で作っている代表的なメーカーがこのタイトリストです。ですがそこに飛距離性能をぐっと加えてきたと、これはすごいことです。まあちょっとタイトリストのドライバーの歴史が変わったのかなというような感じがします。
これだけ、プロにも好まれているドライバーですので、スピン量というスピンコントロールというところに、重きがいきます。で、実際に打ってみて、まあ、両方ともその安定したスピンコントロールで球は打てるんですけども、やはり球筋っていうのは少し曲げていきたい、特にドロー系の球をしっかり狙っていきたいという場合にはこの TS3 大変いいと思います。で、自分はどっちかというとフェード系でもう少し飛距離を出していきたいという方には TS2、 非常にこうナチュラルなローテーションを要求してくるドライバーですので、そういった意味でもフェードを打つ方には非常にコントロールがしやすいクラブだと思います。今まではタイトリストのドライバー、タイトリストのアイアンもそうですけども、打ちこなすことに非常に苦労したものではあったんですけども、まあ、今回のドライバープロも使える、でもアマチュアの方にも十分使いこなせるというところまで、まあ、敷居を下げてきたことが、これはまあオールドタイトリストファンにとってみればちょっと歯がゆい部分もあるかもしれません。ですがやはり一番何よりボールの変化があって、でそれはタイトリストにも押し寄せてきたわけですね。やはりスピンがどんどん落ちてきて、そのスピンの落としたボールでどのようにドライバーをコントロールしていくかというのが非常に難しい、そういった中で、その難題をうまくクリアしたのが今回の TS2、TS3 だと思います。僕は好み的には正直あの TS2、構えた時の感じも含めて好きです。でも打感に関しては TS3、 操作性も TS3 のが好きです。両方こうならないのかなというような感じはあるんですけども、まあ、どちらを選ぶかはあなた次第ですが、どちらかが必ずあなたにフィットすると思います。二重丸。